はい、どうもこんにちは。沖縄の巣、何を投げてんだ。沖縄の鈴木です。さあ、今日もね、やっていきましょう、マインクラフト。というわけで、一応、この辺り整地して、こんな感じ。で、畑は、作りかけなんだけど、まあ、こんな感じで作っています。で、地下の方ね、これも、ちょっと行こうか。一応、掘り進んで、あ、この辺りやってる様子は、一応、Twitch のライブの方でやってました。はい。で、地下の方、こんな感じでね、やっていって、まっすぐ行ったところに、うん、ゾンビスポナー発見。まあ、これは、なんとか、制圧して、この中身も全部取って、一応こういう風に、ね、松明を置いて、やったんだけど、こっちの方ね、なんか、すごい空洞があったりしたわけですよ。だから、こっから先どうしよう。まっすぐ、塞いでいくつもりでいた、穴掘っていくつもりでいたんだけど、こんな感じになっちゃって。で、ところどころ、うん。こうやって掘っていって、空洞があったりして、で、問題が起きました。まず一つは食料問題。食べ物がない。で、もう一つは、このずっと奥。まっすぐ進んでいくとね、遠いんだよ。結構ね、こう、鉄欲しくて掘ったんだけど、まっすぐ進んでいくとさ、見えてきたな。はい。アイコンにぶち当たります。しかも、雲。うん。どうしよう、ここ。いや、マジでどうしようって感じ。うん。雲スポナーがどっかにあるんだろう、目の前に。どのあたりにあるんだか。あ、引っかかった。あっちか、雲。あるんだ。あ、引っかかった。引っかかった。よし。どうしよう。どうしようかな、本当に。あら？あら？よし。まあ、あれもゆくゆくは、制覇していかなきゃなんないとは思うんだけど、まあ、やることいっぱいあるっすよ。で、この廃坑ね、結構広くて、この穴だけじゃなくて、他にも、掘った横穴から、結構廃坑ぶつかってるんだろう。あ、食べ物がマジじゃない。うん。あと肉4つ。これがラストの食べ、ラストかな？うん。これがほぼラストの食べ物っすよ。だから食料問題解決しないと。で、向こうの突き当たりも廃坑です。結構掘ったな。マジで掘ったな。よいしょ。鉄とかね、石炭欲しくて掘りまくってたんだけど。ほら、廃校。向こうの国、雲がいる。どうしよう。まあ、とにかく今日はね、こんな感じで、食料問題から、なんとかしていきたいなと思います。食料、あと肉、残り4つ。なんとかしないとな。なんとかしないとね。うん。今、頭の上に鳥がいるんだけど。あっち行って。ピヨじゃない。あっち行って。おーい。何してんだよ。それで、ん？びっくりした。ちょっと待って。これでようやく、釣りができるんだよ。うん。今、とりあえず釣りでも行くしかないかな、食べ物を。あら？魚ま。魚は
あ、来た。まあ、こうやって食料問題はこれで解決するしかないっていうことで、これ空いてる時間とか使って釣りやろう。夜かな、これ。まだか。あ、夜だった。しょうがない。とりあえず、廃校探検行ってくるか。行ってこよう。とりあえずね、食べ物結局、肉1個になっちゃった。食料問題早いとか、なんとかしないと。まずいわ。残念。こういうところに食べ物あるかなと思ったんだけど、ないわ。結構広いの。結構広いのね。かぼちゃの種。あ、ビートルト。はい、スイカ。これでもなんとかなるかな、畑。チワ？こっちは廃校じゃないか。どうしてくれよ。なんか、なんで大丈夫なの？雲とか出てきて苦戦するかと思ったのに出てこないし。はて。まあ嫌だったら、この隙にいただけるものはいただいてください。この辺り雲いないの？いや、おかげでね、鉄は結構集まり始めた。これで鉄の装備も作れるし、鉄のつるはしも作れるし、この辺りは結構いいんじゃないの？これ邪魔だし。
いや、本当に、敵がいない。気持ち悪いぞ。で、クモスポナーもあることだし、昔作った、クモのトラップとか、作ってもいいかもしれないな。よいしょ。今どっかで雲の音が聞こえた。いるな。いるな、近くに。どこだ、雲は。ここで聞こえたってことは、こっち側に穴がある。な、いそ。上？上にフロアがある。ない。た？まあいいや。おう。やばい、もうアウト。もうつる橋がない。どっから来たっけ？こっちか。とりあえず帰ろう。でもこれでね、蜘蛛の糸62個、手に入ってるし、種も、ビートルートの種4、スイカの、あ、ビートルートの種が2、スイカの種4、かぼちゃが3。こんな感じで種がちょっと手に入ってきたんで、畑もちょっと拡張できるかなぁ。よし、あ、夜だ。いかん。そろそろ鉄のつらし作ろう。それで もう一回行ってみようか。
構広いよ。今なんかいたぞ。何かが今、向こうに行った。まあいいや。向こうもあるのか、まだ。広いな。やっぱり雲の声がしている。これは多分俺が掘った。どうなってんだここ。広いんですけど。これちょっと欲しい。この下は？もうそんなに。下には空洞がないけど。わーい。広いぞこの下まだある。どうなってんのここの廃校は。広いよ本当に。マジで広い。どうしていこう。攻略していくのが大変そうだな。はい、というわけで、今回は廃校行ってみたって感じでございます。ただね、やっぱり問題として食料問題。畑はあるくせにこんな感じだし、あと、まあ、周りの動物を飼ってなんとか食いつないで、あとね、魚釣りをしてつないでこうとは思うんだけど、早急にね、畑を完成させないとどうしようもないですね。というわけで、まあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあ、また、バイバイっす。